どうも、おしょうゆです。今回はね、ちょっと前にご紹介したスライムのね、スライム農場で使ったね、アイテムエレベーターについて、ちょっと個別に解説したいと思います。ちょっと動画長くなると思ったんで、これだけの動画になりますが、もしご興味ある方は最後まで見ていってください。PS3 とね、Xbox の方では、ドロッパーというね、今回使う、アイテムエレベーターに使うドロッパーというね、アイテムを輸送する、吐き出す装置がね、まだ追加されてないので、予習がてらね、ちょっと最後まで見ていっていただきたいなと思いますけれども、まずドロッパーとディスペンサーの違いっていうのをね、簡単にご紹介しておきます。パソコン版の人はちょっと最初だけちょっとお付き合いください。こちらにドロッパーとディスペンサーがあります。どっちがディスペンサーかわかりますか？左側がディスペンサーです。よく見てみるとね、顔みたいになってるんですよね。ニコって笑ってる方が、ドロッパーです。おーって言ってなんか驚いてる顔になってるのが、ディスペンサーの方だと思ってください。はい。で、ドロッパーにできてディスペンサーにできること。ん？違うな。ドロッパーにできてディスペンサーにできないこと。ディスペンサーにできてドロッパーにできないことがあります。ドロッパーはね、その名の通りアイテムをドロップする、ねものということでドロッパーと呼ばれます。なのでアイテムをそのまま吐き出すという機能があると。ディスペンサーにもその機能あるじゃんと言われればその通りなんですけれども、特定のアイテムを特定の条件下で使った時はアイテムをアイテムとして使うことができますよと、発射された後にねその効能を発揮するということですね。はい。残念ながらドロッパーにはその機能はないので、例えばね、Xbox と PS3 で遊んでる場合は、まだ追加されてないフューチャーですけれども、骨粉をディスペンサーの中に入れて、目の前に農地とね、種が植えてある場合、それを使うとね、骨粉ちゃんと使う、発射した後に、骨粉が使用されるというフューチャーが近いうち、搭載されると思います。あとは弓矢は、発射します。ディスペンサーの場合は発射してモブとかね、プレイヤーを攻撃することができますよね。水の入った、溶岩の入ったバケツを、ディスペンサーから吐き出すと、ちゃんと水とマグマが出てきますよね。はい。ドロッパーに入れても、ただ、バケツに、水が入ったバケツがね、ポコって出てきて、アイテムがふわふわ浮いてるだけということです。最後に、トロッコをね、ディスペンサーで吐き出すと、目の前に、線路があった時のみ、ちゃんとね、線路の上にトロッコがポコって乗っかって出てくるという形です。ドロッパーにはその機能はついてません。こちら見ていただくとね、中にね、今水がどっちも入ってます。あ、こっちに入ってないな。ドロッパーってここに書いてありますよね。はい。で、ドロッパーとディスペンサーに水が入っていて、両方ともボタンを後ろにつけておきました。これを使うとどうなるか。ディスペンサーの方は今まで動画の中でご紹介してきましたけれども、水を水としてね、使うことができます。ドロッパーの方はどうかというとですね、ボタンを押すと、水が、アイテム化された水バケツがポコって出てきただけで、水としては利用できないですよね。で、ディスペンサーの方はもう一回オンの信号を出すと水を引っ込めるという機能もついてます。これはマグマも同様です。こちらの方はドロッパーはね、もう一回ボタンを押そうと、アイテムがしまわれることもなく、ただ浮いて戻、浮いてるだけというふうなご理解でお願いいたします。今度はね、ドロッパーにできてディスペンサーにできないこともあるんですよ。こちらの方がね、ディスペンサーで、わかりやすいように上に1個置きました。こちらがドロッパーですね。はい。ドロッパーの目の前にチェストがあります。ディスペンサーの目の前にもチェストがあります。チェストとかね、なんていうかな。アイテムをしまい込めるアイテムありますよね。それをコンテナ系のアイテムと、多分呼ぶと思うんですけども、例えばかまどとかね、ホッパーとか、チェストとかね。そういったものは、アイテムを、しまうことができるね、アイテムですよね。はい。で、ドロッパーの目の前にあった場合は、はい。で、パワーを送られると、ドロッパーの中に入ってるアイテムを、近接するね、そのコンテナ系のアイテムに輸送することができます。なので、この場合だと、ここにね、ドロッパーに1個青色の羊毛が入ってるので、ここのボタンを押すと、チェストにしまわれるはずです。では、ディスペンサーの方はどうかと。ディスペンサーの目の前にボックスがあると。で、パワーを送るとどうなるかを見てみましょう。まず、ドロッパーからいこうかな。ドロッパーの方はちゃんとパワーを送ると、中に入っていたアイテムを、チェストの中にしまうことができました。ディスペンサーの方を見てみるとですね、ボタンを押すと、しまわれずに吐き出されました。というのが違いですね。うん。
なんか目の前にね、チェストがあっても入らないでアイテムを発射してそのまま散らかすだけというのが、ディスペンサーで、ドロッパーはちゃんとしまわれるということですね。かまどに面しておけば、かまどにちゃんとアイテムがしまわれるということです。はい。で、実際にね、見ていきたいなと思いますけれども、一言で、まあ、なんていうのかな、簡単にアイテムエレベーターと言いましてもね、さまざまな多分やり方があると思います。今回は作り方をご紹介するのは万能型ですね。どんな高さにも使えて、アイテムを一気に送り出すことができるという、まあ、タイプをね、ご紹介しておこうかなと思いますが、その他にもね、いくつかやり方があります。はい。特定の条件はつきますけれども、一応どのタイプでも動くのは、今回ご紹介する作り方をねご紹介するものになりますので、その点ちょっと注意しておいてください。左側にあるのはね、私が一番最初に、羊の農場を作った時にアイテムを輸送するというね、メカニズムをつけました。具体的にハサミをね、ぐる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 行ったり来たりさせるというメカニズムで使ったんですけども、その時にはクロック回路というものをね、併設してあったので、それを使ってね、アイテムを押し上げるというシステムにしたのを覚えていらっしゃる方もいると思いますけれども、ドロッパーの後ろにねトーチのタワーがあります。こうやってジグザグにねトーチが行って、一番下のトーチが次のブロックに伝えて、その、ブロックに刺さってるトーチがオフになってって言って、どんどんね、なのでこの信号、この一番下にいるトーチが、今オンになってるやつがオフに切り替わると、一個上がオンになって、こっちがオフになってって言ってね、まあ交互に変わっていくというふうに思ってください。でここにあるのがねコンパレーターというものなんですけれども、ここにパワーを送るとコンパレーターがパワーを出して、コンパレーターはね、横からも信号を受け付けるという能力がありますので、吐き出された、なんていうのかな、出された信号をまた吸い取ってですね、ここでぐるぐる回るんですね。で、これ減算モードっていうのにしてるんで、こういう風にぐる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 回ってね、それで、なんていうのかな、信号をクロック回路っていうんですけど、こういうのをパッ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 って出すっていうことですね。で、あんまり早くすると焼き切れてしまうので、今回はちょっと遅延させてね、送っていますけれども、パッ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 といってね、信号がこのブロックに伝わるので、このトーチがオンオフオンオフオンオフということになることによってですね、すべてのドロッパーにパワーがつながっているので、一番下にあるアイテムを上まで送ることができますよというのがシステムになってます。例えば羊毛、何でしょうか、ガラスを、25個入れてみましょうか。25個入れて、この状態だと一番下のね、ホッパーじゃなくてドロッパーに25個入ります。この状態だと、パワーが来てないのでドロッパーは上に送ることはできません。ただ、このね、信号をオンにすることによって、今トーチがオンオフ、オンオフってなってますよね。はい。で、今ちょっとこれでも早すぎですね。シューシュー言ってるんで。焼き切れることはないと思いますけれども、ちょっと遅くしてね。こうやってやって、カチ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 やると、25個のアイテムが一番上まで今しまわれたと思います。ね、入ってますよね。なので、こういう形でも一応できますが、この欠点はボタンとか、まあ、レバーとかでね、いちいちオンにしないと全てのアイテムを送ることはできないと。特定の条件下ではこういう形でもいいと思います。私は羊の農場ではこの形をね、羊の飼ってる間は、信号を送るということをシステムにしたので、この形でも十分通用したんですけれども、自動農場とかで使う場合はね、常にこのスイッチをオンにしてないといけないので、まあカチ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 うるさいということですね。あのアイテムが来てない時は。で、その時にどうするかというとですね、自動でアイテムがドロッパーに入った時のみ、アイテムが上に押し出されるような形にすることも可能です。それを今回、ご紹介しようと思ってるんですけども、それにもね、タイプがあってですね、ここに今見ていただいてるのは、3段までなら、3つの高さまでだったら、送り出すことができますよというものになってます。ここにはね、ドロッパーから、なんていうのかな、コンパレーターが出ていて、リピーターが信号を増幅して、ここで一周してまたコンパレーターに戻ってくる。さっき言ったクロック回路ですね。こうくる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 回ると。で、この特徴はね、さっきは、レバーで信号を送っている間はクロック回路が作動するようになってましたけど、今度はドロッパーの
中にアイテムが入っている時はクロック回路が作動するようになってます。なので、アイテムが入ってきた時のみ、クロックなんかカチ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 言うということなんですけれども、この形にするとですね、あまりに長い、距離を、移動させようとするとですね、上の方に例えば40マスとか上げようとすると、一番最後にはね、例えば20個のアイテムがここに入ったとしても、いつかは、このドロッパーからアイテムがなくなってしまいますよね。上まで押し上がるので、はい、1個ずつ上に上がっていくのでね、ということはですね、一番下に、アイテムがなくなるということは、コンパレーターがね、もう信号を送るのをやめてしまうので、全体の回路はストップしてしまうことになります。なのであまりに長い高さのやつをすると、途中にあるドロッパーに、ね、アイテムが溜まってしまうということが欠点になります。ちょっとすいません、夜になっちゃったんで一回寝させてください、はい、続き見ていきます。すいません途中で消えちゃって、これ4段にすると、アイテムがね2個残っちゃいます、このどっかにね、はい。で、まあ、6段とか10段とかにするともっと、2個以上残ってしまう形になってしまいますけれども、コンスタントにアイテムが流れてくる場合、例えば自動農場ですよね、サトウキビとか、あとはそうですね、モブファーム、なんていうかトラップタワーのアイテムの運搬に使う場合は、コンスタントにアイテムが流れてくるので、多少中に詰まってしまってもまたアイテムが来た時にクロック回路が作動して上に押し流されるので、この形でもまあなんとかなります。横にトーチタワーがあって、まあブロックをつなげてるという形なんですけどね、うん、例えばね、地下で鉱石を掘りますよね。それを、地上にあるベース、その基地までアイテムを輸送したいって時に、ここにダイヤモンドを入れてね、置くと途中で止まってしまってね、このドロッパーの中にアイテム、ダイヤモンドがスタックはまってしまうということになりますので、そういったものにはちょっと用途としては向かないかなという感じでございます。なので限定された用、まあ、条件下ではまあ使うことができる形だと思ってください。次にご紹介するのはね、これオールマイティ型ですね。どんな高さでも OK ですし、全てのアイテムを輸送することができますよという形になっております。見ていただくとね、下にクロック回路が、こっち側はあったにもかかわらずこっちはありません。はい、っていうことはですよ、ドロッパーの中にアイテムが1個ずつ入るとコンパレーターというものが、ドロッパーの中にアイテムが入ってますよということで、1個入ったら1回信号を出すというシステムで、コンパレーター自体がねクロック回路の役割をしてます。なので一番下の、なんていうのかな、このドロッパーにアイテムが大量に入ってしまうと、例えば40個とかね50個入ってしまうと、1回信号が出ただけであと全部出っ放しになっちゃうんですよ。なので起動しないので、必ずドロッパーか何かでアイテムを入れるようにするというのがポイントになります。ドロッパーは、ある一定の速度でね、アイテムを1個ずつ吐き出すので、そのドロッパーから、ホッパーからドロッパーにアイテムが1個ずつ移るごとに信号が1個ずつ出て、上のトーチタワーのねあれを入れ替えて、アイテムを輸送するという形になります。コンパレーターから出た、信号は次のブロックに行って、このトーチをオフとオンに切り替えたりします。でその下にですね、青いブロックでつながっているところは、一番下のドロッパーにパワーを送っている回路になります。であとオレンジのブロックはずっと順番に上まで行って、一つ飛びになっているのが分かりますかね。一つ飛びで、パワーを送るんですけれども、これだとここのブロックとここね、今私が見ているところと、ここのブロックにパワー来てないから詰まっちゃうんじゃないのと、思う方いらっしゃるかもしれません。ただね、この形にしても、アイテムは動くんですよね。ドロッパーをね4つ下から積み重ねました。あちらで見ていただいた通り、1つ飛ばしの、1個上にね、トーチが置いてあります。今はパワーがオンになっている、オフになっているということでね、パワーは来てないですけれども、一番下にアイテムを1つだけ入れてみましょう。で、このトーチをオンにした場合、その横にあるドロッパーには動力が伝わっているので、このドロッパーはねパワーがあるんでアイテムを上に送る力がありますよね。ただ一番下のドロッパーにはパワーが来てないので、本来ならば動かないはずなんですよ。
アイテムがね上に押し上げられないはずなんですが、どうなのか、ちょっと予想してみてください。全く動かない、2番目まで動く、3番目まで行っちゃう、4番目まで到達しちゃう、どれになっちゃうと思いますか？まあ、答えはね、簡単でしてね、これをオンにすると一番下にあったアイテムはどこまで行くかというと、一番下で、お、吐き出しましたね。2番目、お、吐き出しましたね。3番目にアイテム、ガラスが余計に入ってましたね。3番目のドロッパーに、入ってしまった。これ以上上に行かなかったということはですね、ここのドロッパーにはパワーが来てなかったということになります。はい。で、もちろん4番目には行かなかったということなんですけれども、つまりですよ、トーチの、目の前にあるドロッパーに、パワーを送った場合、その下のドロッパーにもね、パワーを送られるということなんで、一つ飛ばしでトーチを置いておけば、全てのドロッパーを同時に起動することができると。で、下から上にね、配線をつなげている、トーチタワーでつなげているんで、アイテムが上に上がるのと同じタイミングで、トーチがオンオフを繰り返すので、1個のアイテムがスムーズに上まで上がっていくというのがシステムになっております。はい。で、最後に見ていただくのはね、こちらも、何回か動画の中でご紹介しましたけれども、氷とね水路を使って、アイテムを吐き出して、ね、このガラスで囲んだね、このなんていうのかな、タワーみたいなのの中をすり抜けて上まで行くというシステムも立派なアイテム、エレベーターなので、これは外見を重視するために私はね使いましたけども、外からアイテムが、あ、上に上がってるなっていうのが見えるように、この形を採用しましたけれども、一応ねアイテムエレベーターとしても起動、まあ普通に稼働しますよね。ただ岩盤からね60マスとかね、海の高さ、海面の高さまでアイテムを押し上げる場合、大量のガラスブロックが必要なので、コスト面で言えば私が今ご紹介したあの方が楽です。建設はね、1個1マス上げるためにガラスブロックが9個必要なので、50マス上げると450個ね、ガラスブロックが必要だということなので、ちょっとね、資材がかなりかかりますということですね。動画でね、ご紹介した時は作り方をね別途上げましたけれども、その時はねどういうシステムで動いてるかご説明してませんでした。こちらはね、ブロックとアイテムが反発することによってね、押し合いへし合いやることによって上に上がっていくという簡単なシステムなんですよ。具体的に言えばね、これもうずっと前からあるんですね。例えばね、こうやって掘るでしょ、よいしょ。でアイテムを2マス掘ってね、アイテムをこの中に入れときますよね。でそうしてこの上に砂とかを落とすとどうなると思います？アイテム上出てきましたよね。下に溜まるんじゃなくて、これ周りにあるブロックとねアイテム自体が反発して上に上がっていくんですよ。だからそれを使ってるだけです。なので具体的にはね、ちゃんと反発するようにこのフェンスポストねの、このガラスとフェンスポストの間に吸い込まれないとその反発を利用することができないんですよ。なので、ここにね、なんていうのかな、氷以外のブロックを使ってドロッパーが吐き出したアイテムは、真ん中からこっち側、ね、左側の方に寄ってフェンスポストに当たることによって反発しながら上に上がっていくというのがシステムでございます。はい。ということで、まあ、これもね、形としては、アイテムエレベーターだというご理解でお願いします。はい。で最後にですね、私が、紹介した左から3番目のタイプの作り方、ね、これはね、高さを50にしても100にしても一応起動するので、まあ、ある程度トーチタワーを建てたりする手間はかかりますけれども、どんな高さでも、使用が可能だということと、大量のアイテムを素早く送りたい場合はこれ2つ重ねにすることもできるんですよ。2つ連ねることね、2マス、幅が2マスになっちゃいますけど、置いて上に上げるっていうことを使うと、1つのでっかいチェストからねアイテムを同時に吸い出してブワーってアイテムを吸い2倍の速度でね押し上げるってことも可能になるので、この形だと比較的応用が効きやすいかなと思って、今回はこの作り方をご紹介しておきます。スライムスポーナーで使ったのも、こちらの、タイプと同型になります。はい。
ということでね、今回は、この下にあるチェストと上に、下にあるチェストに入ってるアイテムを5段上にあるね、チェストにしまうということで、ご紹介していきたいと思います。はい。一番最初にやっていただくことはね、このドロッパーに入った時に信号を出したいので、ここにね、ブロックを置いてもらって、一番下のね、ドロッパーの1個斜め下にね、ブロックを置いてもらって、その上に、コンパレーターを設置します。コンパレーターはドロッパーの中にアイテムが入っている時に信号を、1回ポッて出すという。出し、入りっぱなしになっている場合は出し、信号が出っぱなしになるということという感じになります。で、そこまで来たらですね、コンパレーターから来た、ものを次はね、よいしょ、次のブロックに伝えてもらいます。いいですか？こんな感じで。階段で降りて階段で上がると。で、そのブロックまで来たものをトーチタワーで上に押し上げるんで、ここにトーチを設置します。で、さらにですよ。で、このドロッパーにも動力を伝えてあげないとアイテムを上に押し上げてくれないので、このトーチからパワーを頂戴してですね、こんな感じで、このブロックにパワーを伝えて、で最後にこのトーチをね、にパワーが来るように、ここにアイテムが1個入った時に、コンパレーターがパワーを出力してトーチをオフにします。で、この今ね、オフになっているトーチがオンになることによって、このドロッパーがね、パワーが伝わって1個上に押し上げるという形になります。はい。じゃあここから、トーチタワーを立てていきますんで、そこはちょっと早送り。パーッと。間違えた。ごめんなさい。で、ここはいらないですね。はい。で、最後にですね、コンパレーターの2個上のブロック、ね、ここに、1個ずつ出っ張ってるところにトーチを置いてあげてください。はい。そしたらですね、パワーが全部伝わってますんで、これで終わりです。で、最後に確認してみましょうか。ガラス25個入れて、上までちゃんと届くかどうか。今動いてますよね。カチ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 。スケルトンスポーナーで使ったのも、こちらの方と全く同じ回路になってます。小麦のね、1マス農場で使ったやつですね。今ちゃんと入ってますよね。はい。ちゃんと25個全部上に上がれば、大成功ということになりますので、21、22、23、24、25と全部入りましたね。ということで、非常にコンパクトなんでね、これが一番便利なんじゃないかなと思います。ということで、ご興味ありましたら作ってみてはいかがでしょうか。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。